今となってはなぜ雷があんなにも怖かったのだろうと不思議に感じるほどだ。己の弱さを知り克服することで私はより強くなれたのだと思う。これからは雷が落ちてきても案ずることはない。すべてこの私が切り裂いてやろう。それとこれとは話が別だ。主を守るためならば恐れることなど何もない。この身を案じてくれるのか、主。確かに雷に打たれる激痛は今でも鮮明に覚えている。あれはすごく痛い。だが神異化粧によって生まれ変わった私はその痛みさえも怖くないのだ。必要とあらばたとえ雷神だろうと切り伏せてやろう。何も恐れるものはない。トレトレ見える、テイテイ見える見える見える、トレテイ見える、テアテイ見える、見える、テイ風よ高まけ、落ちろ稲妻、テイテイ見える、テイはぁ、テイテイトレクラテイ見える、テイテイ見える、テイトレ見える、テイテイトレ見える、テイ見える見える、はあ、テイトレトレテイ見える見える、風よ逆まけ、落ちろ稲妻、くらえ、はあ、トレ見える、テイ見える、トレ、はあ、何も恐れるものはない。テイはぁ見える、テイテイ見える見える見える、くらえ、テイ見える、テイ見える、テイ風よ逆まけ、落ちろ稲妻。主がいれば当然の結果だ。